いや、大家好、中国人のヤンちゃんです。中国語を勉強中、もしくは中国に興味のある方、ぜひヤンちゃんチャンネルにご登録お願いします。今天呢我们来聊一个最近在中国春节期间上映的非常人气的电影，叫做《唐人街探案三》。日本語の名前は僕はチャイナタウンの名探偵三っていう映画なんです。この映画は2月の16日に中国で公開されて、公開初日の興行収入はなんと10億元を超えました。日本円にしたら多分170億円ぐらいがあるんですけど、世界記録を更新しました。そして公開後4日間で30億元を超えました。換算成日元大概是480亿日元，也就是说只用了4天就超过了鬼灭之刃到现在为止的票房记录。で、今日はですね、この東京を舞台した中国映画はなぜ中国で大ヒットしているかを皆さんに話していきたいと思います。顺便再说一下，这部电影听说之后也会在日本上映，所以我还蛮期待的。じゃあなぜこの映画は中国で今大ヒットしたかというと、まずはね、そのタイトル通り、唐人街探案3、その3になっているから、その前に1と2があって、1作目と2作目は実は中国でかなり人気だった作品です。1作目が130億円で、2作目は550円くらいの興行収入がありました。ちなみに2作目は中国の歴代興行収入の第5位を記録しました。なので今回はこのシリーズの3回目の作品なんです。因为有了前面两部影片的口碑和人气基础，所以第三部呢也就顺理成章的成为了大家关注的对象。じゃあもう一つ、その映画が大ヒットした理由は、この上映期間はちょうど中国の旧正月にありますね。中国の旧正月はいわゆる春節のね、旧暦の12月31日から、1月の7日まで、ほぼ全国の学校と、まあそういう企業は普通のね、休みになるので、その間に映画館に足を運ぶ人は通常より多くなります。かつ去年はコロナの影響で中国の映画館はほとんど休館になったので、今年は回復してさらに映画館に行く人が多くなりました。そしてもう一つヒットした理由は、今回の舞台はね、日本なんです。一作目はタイのバンコクで、二作目はアメリカのニューヨークを舞台しましたが、今回はですね、日本の東京を舞台した作品なんです。豪華な日本人キャストもいて、さらに人気を呼んでいます。好、那接下来呢、就为大家介绍一下这部电影它的看点和背景。出演这部电影的日本演员有七夫木聪、长泽雅美、三浦友和、铃木保奈美、前野忠信、还有染谷将太等等。実はこれらの俳優は中国でもよく知られている日本人です。所以我觉得导演陈思诚真的很厉害，而且也很聪明，非常会选角。首先是七夫木聪，其实在唐人街探案2的结尾部分他已经稍微出现过一点点了。这一次他扮演的是一个非常重要的有钱的侦探这样一个角色。他作为一个帅哥男演员，在中国的年轻人当中有比较高的知名度。第二个，长泽雅美在中国年轻人当中是一个非常具有代表性的日本女演员。同时为了出演台湾的电视剧《流氓蛋糕店》，他曾经苦练中文，所以呢现在也是中文说得非常棒。接下来是饰演黑社会老大的三浦友和。三浦友和主演的70年代的电视剧《血疑》，其实当时在中国也是风靡一世，所以山口百惠和三浦友和在现在60岁左右的中国人当中具有非常高的知名度。还有就是饰演律师的铃木保奈美，她主演的电视剧《东京爱情故事》曾经在中国也是具有非常高的人气，她是中国现在40岁左右男性心中曾经的梦中情人。接下来饰演刑警的前野忠信，2016年他和章子怡还有葛优一起出演了电影《罗曼蒂克消亡史》。在这部电影当中，他和章子怡对戏的片段给中国观众留下了非常深刻的印象，同时他的演技也得到了中国观众非常高的认可。还有就是染谷将太，2017年他因为出演了陈凯歌导演的《猫妖传》，日本的名字叫空海，并且在里面饰演空海一角，从而被中国观众所熟知。除了有豪华的演员阵容以外，这部电影的取景地也是日本观众非常熟悉的东京。比如在涩谷的十字路口有一个撒钱的场景，据说动用了3000名群众演员。还有各位住在东京的朋友一定都非常熟悉的 JR 新宿车站，以及中国游客一定会去打卡的东京铁塔、秋叶原电器街，还有台场的彩虹桥、横滨中华街，以及立木县宇都宫市的オリオン商店街都是它的取景地。この映画は今年日本でも公開する予定なので、1と2まだ見ていない方にこの動画をより楽しめるためにちょっと背景を説明します。この映画の主人公は中国のイケメン俳優リオ・ハオランが演じるチュン・フォンという少年探偵です。
彼のおじさん、タンウランも探偵なんです。この二人はいつもコンビで事件を解決していくっていう設定になっています。ちなみにワンバーちゃんは中国ですごい有名なコメディの俳優です。彼が出演している作品は大体面白い作品が多いです。この映画の中で世界探偵ランキングっていうのもありまして、今回は妻夫木さんが演じる日中ハーフの野田光っていう役は世界探偵ランキングの3位だそうです。ちなみに主人公はランクインしてなくて、彼のおじさんは1900位ぐらい。1作目と2作目の中に未登場の謎の人物 Q っていう人は、世界一の探偵なんです。今回の3作目は Q っていう人物の正体も公開されるらしいです。あと私が大好きな美人女優トン・リーヤーも出ます。彼女はこのシリーズ映画の監督の奥さんなんですね。私もこの映画はまだ見てないんですけど、すごくね上映を楽しみにしてます。もしこの映画を見た方がいらっしゃったら、ぜひねご感想をコメントで教えてください。あと今日の動画良かったらぜひいいねと登録お願いします。絶対ネタバレしないでください。私もまだ見てないから、ぜひねよろしくお願いします。じゃあ今日はここまでにします。バイバイ。